フィッシングランド旧宝寺初場所ということで、はい、今日はあいにくの雨ですけど、手探りでやっていきたいと思います。1投目何から行きますか？1投目は、まあ、赤金のスプーン、まあ、この赤と金の色の派手なスプーンが、まあ、硬化性の魚を一番釣りやすいで、まあ、これから探っていってダメだったら、まあ、どんどん地味な色にしていったりとかっていう感じで、はい、やっていきたいと思います。うん、グラブがいい、バラしましたバラしました。ミノやってみるか、すぐ釣れるかもしれん。魚の動きが悪いわけではないから、ダブルクラッチ、はい。本当はもっとスプーンでいろいろローテしてやるっていうのが反応するよ。ニジマスですね。はい。1匹目はミノでしたね。ミノでしたね。奪い合ってた。使いたかったからいや、多分からしとか、あ、もうからしを挟む前に本当はその銀系のやつとか、あの明滅系、裏と表の色が違うやつとか、そんな普通挟むんだけど、まあなんか使いたかったから使ったなんか追っては来てて、魚の動き自体は悪くないから、そういうちょっとリアクション要素があるルアーは、まあ、釣れるやろうなって。競争からまあ1メーターとかそんくらいを狙うときに使うことが多くて、でこうロッドワークとリーディングでぐるぐるってこう潜らす、ぐるぐるって潜らして潜らして止める、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 そんな感じで、その止める時間を基本的にはすごい短くていいんだけど、ちょっと長く止めてしっかり浮かせた方が魚が反応するときあるから、それは反応見ながら、割と上にいるっていうことが大前提のルアーでは、本当にその水深4メーターとかあるようなところでこれはまず使えないから、まあ、水深2メーターくらいまでのところで、まあ、ベタ底にはおらんやろうなっていう、まあ、めちゃくちゃ寒い時とかはベタ底やから、まあ、気温適温くらいで、で、まあ、2メーターくらいで、まあ、放流系のスプーンとか、まあ、クランクとかも一通りやって、あかんかったらこれでちょっと探してみるみたいな。ダブルクラッチ。追ってはくるの？そう、追ってはくるんよ。かなり追ってるよ、さっきから。
おおほ。あ、来た。えい。表層やったね。あ、バレた。ああ、釣れた。はい。やりました。空画なのです。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと渋かったですね、やっぱりね。で、そんなちょっと厳しい中でも、はい、シアトルさんが釣ってたパターンをちょっと教えてください。はい、まあ元はほとんどこいつでしたね。ダブルクラッシュのスーパーハイフロット、まあ、あの動画の中で説明していると思いますので、まあ、詳しくはそちらで、はい。スランプ、スランプは SR とか DR とか、そうですね、いろいろあるんですけど、まあ、両方揃えて奥に越したことはないんですけど、どっちか一つって言われたらこのリップが長い DR の方が、まあ、幅広く使えるのかなっていうところです。ちょっと小粒なタイプのやつの方が、数釣りはしやすい。まあまあその状況によるんですけど、まあ、うち、缶釣り強化中で、いろいろ竿も揃えてるんで、うん、はい、また店頭にちょっと見に来ていただけたらなと思います。はい、ありがとうございました。まあ、このピッチ上プールっていうところでやっぱりアクセスがすごくいいと思うんですね。まあ、車からでも中間沿いにありますんでアクセスいいですし、電車でも来ていただければ、JR 新上駅、上駅で旧法寺駅っていうところからでも歩いて15分20分ほどで到着できますし、レンタルも、しっかり完備してますので、手ぶらで来ていただいても釣りを楽しめる施設になっております。で、エリアもこういう感じで広く取っておりますんで、ゆったり釣りしていただけるかなと思いますし、まあ、今ちょっとまだ水温があれなんでニジマスしか入ってないんですけども、トップシーズンになればイワナやブラウントラウトも放流させていただきますんで、いや、皆さんいろんな魚をね狙って楽しんでいただければと思いますので、ぜひ今後もよろしくお願いいたします。